ハロー YouTube。 ですね、ちょっとこれ何日か前に撮ったものなんですけど、ちょうどですね、大型の台風14号が来た後ですね、この後ちょっと午後から晴れたんですけども、ですね、メダカの、まあ屋外で買う場合ね、メダカがですね、池がですね、溢れてしまうんですよ、そのまま。そうするとね、中のメダカがね、流出、外へ流出してね、大変なことになってしまうんでね、ちょっとその辺の状態をね、見に来ました。それで溢れ止めのですね、ちょっと後半に出てくるんですけど、溢れ止めのですね、作り方、お金かけずにね、お金かけずっていうか、自分で作れますんでね、100均とね、それをちょっと見てみましょうかね。今のところですね、溢れ止めの影響で、流出はないようですね。もうね、メダカ増えちゃってね、スイレンパチだけだったんですけど、子供が増えちゃってね、今は他の池がですね、そうだね、1個、2個、3個だから、溢れ止めがね、これですね、過去の動画にもちょっと出してあるんですけど、今回はちょっと台風14号ということでね、かなりの水量が、溢れちゃいますんでね、これがちょっとうまい具合にね、発揮されました。内側と外側の雑巾の長さをね、調整します。結構深く差し込んじゃいますとね、水が結構ね、外へ出ちゃいますんで、外は長く、内側は短くっていうことでね、水位をね、調整することができますんで、ちょっと過去動画もね、ありますんでね、見てください。あとはちょっとこのメダカのね、鉢をちょっと、中のメダカが泳ぐ様子をね、見てください。ちょっと説明がうまくいかなくてね、申し訳ないんですけど、それではよろしくお願いいたします。ありがとうございました。